日本語ラジオ三百六十五、一期一会。お相手は夏目でお送りします。皆さん、こんにちは。夏目です。このラジオでは三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や生活の話題を。 皆さんに紹介しています短いので毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいねさて今日の一語は助立ちです助立ちとは味方に加勢すること助けることや手伝うことをいう言葉です漢字に太刀とありますね太刀とは刀の一種のことです本来は 敵討ちや果たし合いなどの機会に助けることを助立ちと呼んでいましたが、今はもちろん刀を持って戦う侍はいませんから、最初に紹介した比喩的な意味の方がよく使われています。例えば、文化祭の準備で人手が足りないと聞いたから助立ちに来たよ。大会に出るにはどうしても人数が足らず、 困った末に先輩たちに助け立ちしてもらえないか頼んだら快く OK してくれた納期内に仕事が終わったのは君の助立ちがあったからだというように使います今紹介した例文はすべて「助けや稼政」という意味で使われています一方佐竹殿助立ちいたつ友軍を助立ちする貴殿の助立ちに感謝する とといいいいうう場合にには、本来の戦いの戦際加すす。る、意味で使われていますもちろん日常ではこの意味で使われることはほとんどなく時代劇や大河ドラマで耳にすることがある程度でしょうかさてどうだったでしょう今日のいちごは刀に関係がありましたね皆さんは日本刀を見たことはありますか 私は日本を離れてから惹かれるようになり何度か帰国した際に展示を見に行きましたよ。よく手入れされた刀は鉄の塊だということが信じられないくらいまるで鏡のように光を反射し武器であることが嘘のようにとても美しいんですよ。刀にもいろいろな種類がありまたいろいろな銘柄もあって鑑賞するには知識のいる深い世界なのですが 気になった人は是非調べてみてみくださいね。そして企画展示などもありますが常設で刀を展示してくれている博物館もありますから日本に来ることがあったら是非調べて実際に刀を見てみてくださいね最後まで聞いてくださりありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう良い一日をまたね